もこんにちは、特化軍です。おい、どうぞ。困ってるよ。え、暑いよ。あ、暑い暑い、確かに暑い。うん、暑いね。俺の細胞が困ってるよ。え、あ、佐藤さんは困ってるの？困ってない。いや、俺は困ってない。困ってないの？俺のは、細胞は困ってる。佐藤さんは困ってない。俺は困ってない。俺は困ってない。困ってだ、誰困ってる？細胞だよ。誰の細胞が？俺の細胞が。佐藤さんは困ってる。俺は困ってない。困ってない。俺のは、60兆の細胞が困ってるよ。喉乾いてんだよ。誰の？俺の細胞。それ佐藤さんの喉じゃないの？じゃあ俺じゃない。俺じゃないってのは分かってほしい。喉乾いてんだよね。うん。細胞がね。細胞がね。え？どういうこと？水欲しいって言ってる。だから、あなたの細胞ってことはあなたなんだよね。いや、俺の意思じゃないんだよ。俺が欲しいわけじゃないんだけども。うん。なんか、取らないといけないみたいな空気になってんの。空気になってんの？細胞。ちょっと待って。60兆の意見が今、佐藤さんに来てるってこと？そういう空気。脳にしてる。なんか圧を感じてんだよ。感じてる、なんか圧力を。が脱水症状ってことね。まあ、そういう意見もある。なんなんだよ。はっきり見て、お認めになってはいかがですか？佐藤さん。お願いだよ。早く。ついに自白した。はい、帰って。はい、ということでございまして。はい。脱水症状ということで。汗。そっちの方が半端なかったっす、ぶっちゃけちょっと思ったんですけど、そっちの方がやべえんじゃないかなっていう質問がね、本日は、経口補水液を作る括弧完全版。前作りましたけど、見てない方下ございますんで、はい、貼ってきます。過去動画、はい、ぜひご覧くださいませ。はい、経口補水液、砂糖と塩の黄金比率でもって体に吸収率25倍まで高められるということでございます。25倍、はい、前回やりましたね。で、その体が汗かくと、まあ、塩が失われると、はい、ナトリウムが、うん、でスポーツドリンクは必ずナトリウム入ってございます。はい、で、お茶とかだと入ってないと、はい、ですんで、お茶を飲むと脱水症状、喉は潤せますけど、はい、気づかずとも脱水症状になります。怖い。熱中症にもなります。怖いですね。今回完全版。完全版。もう一つ必要な栄養素がございました。はい。カリウム。カリウム。カリウム。これはですね、はい、まあ、カリウムが足りないと、細胞内の水分がなくなってきます。あら。カリウムとナトリウムのこの組み合わせでもって、体に水分を蓄えておける。カリウムも入ってないといけないんですね。入ってた方がベストです。あ、ですので、今回はカリウム入りの、経口補水液完全版をお届けしたい。ああ、それはすごい。どうぞ。前回同様、佐藤。はい。ね、ちょっと経費の問題あるからね。あとこれ、ここ切ればさ、ほら、射撃の的にも使えるしさ。あ、確かに。これは便利だ。うん、めちゃくちゃ結構ちっちゃい。結構なスナイパーだ。さあ、今回用意しました。カリウム。はい。こちらでございます。どうだ。ん？フルーツ缶詰。缶詰？フルーツにはカリウムが含まれております。はあはあはあ。フルーツにもよりますが、はい、こういった、みかん、柑橘系。うんうん。有名なのはバナナ。あ、バナナね。はい。はい、あと、そしてスイカ。スイカ。めちゃくちゃ入ってます。あ、もしかして夏にスイカを食うっていうのは、あれなのか？そういうことなのか？完璧です。あれ、塩かけてスイカ食べますよね。はい。あれ、完璧ですからね。結構あれじゃ理にかなってたんだ。ええ、糖分入って。なるほどね。まあ、黄金比ではないにしろ、でも体には、いはい、かなり、いい吸収入りますよ。なんか田舎でよくある文化だと思ってたんですけど。あれはまあ、味のためにやってるっていうのはありますけど、ちょっとそういった、科学的なね。はい。防ぐという意味もあります。あ、すげえな。ここにカリウムってしっかり書いてあるございます。89mg。皆さん、シロップ捨てますもんね。うん、大半はそうでしょうね。ね、家でさ、冷蔵庫でこう、ジャーって入れて、うん、冷やしとけば、うん、まあ、その日のうちに、冷たいうちに飲むならもう腐らないでしょ。確かにね。これ、シロップによって甘さちょっと変わるんで、はい、ちょっとだけ黄金比率はずれますけれども、はい、でもまあ、そこまで気にしなくて、まあ、まあね。例えば25倍吸収が18倍吸収ぐらいでも、全然ね、大丈夫でしょ。水を飲むよりはね。そうそうそう。その部活とかでさ、はい、作っておいてさ、その麦茶の代わりに息子さんが持っていくみたいなのも、そうです。全然いいっすよね。はい、で、家のスイカのこう食べ残しのね、うん、あそこでね、えぐっていただいて、ね、スイカの余りとかちょっとあれだな、反抗期だったら難しいかもな。スイカ割り作った後に補水液作るよみたいな感じですか、今年は。今年はね、スイカ割りの後は結構補水液も、その日のうちに飲んでくださいね。湘南とかでやってほしいですね。湘南とかね。ビギーの人はね。ちょっとちょっとっつって。ちょっとガブ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 。ちょっとこう指でこう引っかいていただいてね。めっちゃ家庭的。黄金比がね。はい。500ml の水に対して砂糖20、塩が2。
けど、今回このシロップ入りますんで、はい、ちょっとだけ砂糖を少なめにしようかな。そうですね。前回と同じように、キャップで測ってきます。はい。その方がね、皆さんね、もしもの時にもやりやすいでしょ。これ、およそ 5g です。一杯、キャップ一杯が 5g。キャップ一杯。はい。ちょっとキャップの大きさにもよるけど、あの、浅いキャップだとパンパンです。確かに。この今、今回ちょっと長めのキャップだと、ちょっと1ミリ余裕あるかな。確かに。はい。おー。はいはい。これ10グラム分。塩はこちら、はいはい、折った割り箸の太い方ですくえば、うん、0.5 とされています、はい、ところがどっこいですね、はい、今回割り箸くださいと言ったら、うん、丸い方ね今こういうの多いですよね多いですよ、で2つ合わせてこうすくうと、はい、だからこれでほんと 0.5 って感じです。あ、耳かきみたいな丸いやつね、はい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 、これ4杯2、3、4、OK、はい、はい、こっからですね、蛍光補水液ザ・ムービー完全版です。対策の予感するけど、短いな。これを作るまでに今多分これ15分ぐらいかけてますからね。かかってるね。かかってる。もう蛍光補水液より俺らの伸ばしたんじゃねえか。薄めてんじゃねえか。ああ、はい。はい、みかん。みかんの。これ砂糖を減らせば、汁全部いってもいいんですよ。ああ。開封よ。開封。みかん出てくるんじゃねえか。ね、わー、美味しそうなみかんです。ね、ちょっと今回はカリウムを足すということなんで。あ、多少ね。そんなに、はい、多少で大丈夫。何着今。おお、あの砂糖少なめに入れました、 5g 分結構透明ですんで、シロップで 5g 分とカリウムを、ああ、はい、よいしょさあこう混ぜます。そうだ、あと、真剣にすごい真面目な、本当にサバイバル的にね、あの脱水症状について真面目な話しますね、うん、はい、例えば食べ物があります、うん、タンパク質脂質の多い食べ物、はい、肉魚があった場合、はい、熱いよね、熱い、水分がもしあんまりないなと、うん、いうときは、うん、食べない方が長生きします。はあ。食べた方が、うん、タンパク質、脂質を消化するときに大量の体液を使います。うんうん、胃液とか消化するのにね。それするとプラマイで、脱水症状を起きます。だから食べた方が脱水症状を起きます。とにかく水だと。うん。だから空腹って1週間後ぐらいから問題になるけど、水の方が手前にあります。そうね。ですから。空腹を満たそうって、もしもの時ね、サバイバル時は、うん、空腹を満たそうと思って、まず食うよりも、うん、水があるかどうかをまず考えてください。それを確認してからと。水がないぐらいだったら、目の前に食べ物あっても、食べない。いやー、きついっすね。なかなかきついっすね。食べた方が、脱水症状起きます。いやー。死んじゃいますんで。ですんで、魚ね。魚の骨髄に水分あります。だから、ね、生魚もし取って、海水しかねえな。うん、まあ、海水でまだ上流の水も作れないな。骨髄の水を吸う。うふふ。目玉の中の水を吸う。バゲモンやん。でも、身は食っちゃダメ。あ、身食ったら、空腹は満たされるけど、うん、タンパク質なんで、水分を使います。消化に使うんでしたっけ？その時は、はい。魚捕まえたら、無人島でね。骨髄吸ってください。目ん玉吸ってください。でも、肉は、ちょっと我慢して、天日干しにするとか、保存しといて。なるほど ね、はい。よろしいですね。はい。いや、だいぶ伸びたよ。だいぶ伸びた。よっしゃ、できました、できました、お、健康補水液。補水液、できました。完全版。これで今日脱水なんないです。水は後ろの体育館で汲んできたやつです。やりてるね。うん。あの体育館のね。あ、行きますじゃあ。はい。すげえ。めっちゃ吸収してる。あ、来た。来てる。早い早い。60兆。22、60兆の細胞が。うん。もういいよ。はい。もうちょっと飲め。これでもういいよな。あー、はいはいはい。うん。ポカリの、うん。ちょっと薄い版みたいな味。ほうほうほう。ちょっとみかん、薄いポカリみかん味みたいな感じ。そうですね。ただその、美味しいと感じてやばいんでしょ。まあただ今60兆足りないから美味しく感じてるのかもしれないよ。細胞は。なんか、細胞はそうでもねえ。なんでだよ。じゃあ脱水じゃねえじゃねえかよ。ちょっと先走ったやつがいましたね。まあ、ぬるいけど、うん、これキンキンだったら、うん、全然ごくごくいけますよ。お、はい。なんだっけそれ。ポカリスエッツ。あ、そんなのあったっけ？違うっけ？いや、覚えてない。全然覚えてない。ああ、そうなの。なんか、意識さえ、意識さえ。ああ。うめ。あ、そう、いや、出すやん。だから。ああ、近いかな。うん、みかんを薄めたみたいな。めしょっぱい。ちょっとしょっぱいです。うん、しょっぱいしょっぱい。うん、結構しょっぱい。うん、あ、これは言った方がいいっすよ。汗だって、大量にかいてますから。あそこの体育館で飲めんだよね。いや、大丈夫っしょ。そうだよね。大丈夫っしょ。東京だもんね。東京、日本だぞ。
隣のおっちゃんがなんかさ、掃除用のさ、シャーってかけてる汚れがシャーってやつだから。空気的な問題を言うと、トイレかどうかってことでしょ。茶色いモップ、ちゃか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 。蛇口につけてなきゃな。大丈夫しょ。大丈夫。大丈夫しょ。はい、終わりましたけれども、はい、非常にね、こういった暑い夏には、ナトリウムカリウム必要でございますんで、はい、ぜひやってみてはいかがでしょうか。あと、生物を入れることになりますんで、くれぐれも冷たいうちに飲み切ってください。ツイッター、インスタやっております。特化群で検索フォローお願いいたします、はい。チャンネル登録したございますんで、よろしくお願いいたします。はい。どうでした？細胞60兆。いや、喜んでます。おー、助かりました、はい。もっとシロップ欲しくなったんで。あ、そう。今夜あなたの家に、もらえるかもしれません。怖い話。